はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、荒釜に勝った回数は10回まで来ました。ということで今日はですね、この極コイン、そして目玉のコイン、こちら極コイン G、 こちらでですねガチャからワンチャン狙っていきたいなと思います。まあ、今回のイベントのメインとなるコイン、さあまず極コインなんですけども、極妖怪入ってます、極土の子入ってます。なのでこれはちょっとねワンチャンあるんじゃないの。いきます、1枚しかありません。さあ来てほしい、持っていない極妖怪、極生ハゲカモン。おっとラストブシニャン、メリケンレジェンドということで、これね意外と使えるんですよ。さあそして極コイン G なんですけども、ダブルゼータ入ってます、そしてランク Z も入ってます、 SSS ランクの極妖怪ももちろん入ってます。こちらはかなりハイスペック、極土の子もちろん入ってます。さあ2枚あります。さあ来てほしい、ランク Z 以上頼むぜ。おっとゴールドのミスパーキンカップからの、おっと覚醒アコーニ、これは使えるキャラだよね、スコアタなんかでよく使います。さあもう1枚いきます。さあ来てほしい、おっと赤リス赤カップからの、おっと SS 覚醒土蜘蛛来ました。まだ微妙っすね、古い方の土蜘蛛です。さあそれではですね、スコアタックやっていきます。今週はウィスマロマンプレイ条件があります。今週のギミックはですね、 HP を残すとスコアボーナスがつくと、そして必殺技を使うと反撃が来るということで、結構ダメージね強力です。こんなパーティーでいきます。ダンドリー使っていきます。スコアアップですね、118ポイント、 G まで打てます。そして攻撃力アップはですね、ダメージカットとの複合技入れていきます。これでちょっとね HP を多めに残せるんじゃないかなと思います。そしてもう一体は攻撃力アッププラスデカプニを作るアースカさん使っていきます。さあダブルスキルと、これスコアタ向きなんですよ。そしてアタッカーは大王強者シュカー、もうスコアタで常連です。さあそして隊長使っていきます。今回のイベントの目玉キャラトリプルゼータ、全消し&ボーナス玉を作るでっかいやつです。そしてダブルスキルがあります、非常に強力です。スコアタ向きなんじゃないかなと思います。さあまだですね隊長はね育成途中です。結構ね、ま、毎日頑張ってコツコツとね周回していますけども、なかなか落ちません。やっとですねレベル5まで来たということで、もちろん限界突破マックス狙って頑張っていきます。さあ今週のスコアタはですね、いろいろいろんな編成パターンが考えられるので非常に迷うわけなんですけども、まあ一番手堅くスコアが出しやすいのはやっぱりこの将棋主家とね、この新しい隊長でいきますよ。さあそしてフィーバータイム中に攻撃力アッププラスダメか打っておいて重ねがけしていきます。この編成の場合はね、フィーバータイム中にこの主家を何発打てるのかでスコアが決まってくるので、まあその分ね反撃たくさん食らうんでダメかはいた方がいいかなと思います。さあ連発していく、もう主家さん連発です。デカプに降ってくる、そして隊長も降ってくる、この隊長もねうまく使いながらいきます。そして隊長のこのボーナス玉も使いつつ、ちょっとねボーナス玉多すぎてプニ降ってこねえぜみたいな感じになってますけども、さあそして隊長、ちょっとまだねこの隊長が使い慣れていないのでボーナス玉多すぎだぞ、このボーナス玉の処理が難しいな、逆に
逆にプニねえっていうねでかプニでけえ、もう連発です。さあそして2回目のフィーバータイム目指して技ゲージ貯めていきます。ボーナス玉振りすぎじゃねえか、デカプニが降ってきすぎっていうね。もうそしてさあちょっとねデカプニすぎてプニがつなげにくくてフィーバーゲージが溜めにくい状況になっています。早めにちょっとフィーバーインしていきたいところなんですけども、さあなるべく長くつなげていく。さあフィーバータイム入りました。さあ必殺技打っていきます。さあ重ねがけしいの、さああとはシュカさん連発。さあタップでデカプニ、現状はですねタップでデカプニはダブルゼータまでしかありません。そろそろねトリプルゼータのタップでデカプニ来るんじゃないのかと言われていますけども、言われているんだけどもまだね登場していません。なのでまだこのダブルゼータがね現役バリバリで頑張っています。さあそしてスコアアップ C のボーナス玉もうまく使いつつ、このでっけえボーナス玉はねデカプニをつなげやす作りやすいので、まあ、非常にね使いやすい。それにしてもでかいよね、さすがトリプルゼータ。さあ連発していく、時間が中途半端に余りました。まあとりあえず打てるだけフィーバータイム外ですけども打っておこうかなと思います。今週はねコンティニューがないのでちょっと次のフィーバーインまではちょっと厳しいかなっていうね。さあ隊長、そしてボーナス玉でけえ、体調もだからこのでっかいボーナス玉のおかげで必殺技がね連発しやすいので、なかなか今、まあ、スコアタではもちろんのこと今後ね強敵相手なんかでも使えるんじゃないかなと思います。豪傑族。さあここまでか。さあこれでスコアボーナス 10%、 20% の 30% ですね。ちょっとあまり HP が残せませんでした。さあこれで3位と、まだ5日あります。さあそれではね今回 Y ポイント交換に閻魔大王祭りが7200ポイント高いんですけどもあります。これおすすめです。っていうのもですねこちら合成でですね極閻魔がね作ることができます。なので極閻魔はねむちゃむちゃ使えるんですよ。なのでちょっと輪廻持ってないとダメなんだけど、輪廻があれば合成でいけます。さあ極閻魔なんですけども、この大量プニ消し、そしてスキルが強力、フィーバーゲージが溜まった状態でスタートです。まあ相性のいいキャラとしてはこの剣王とかね、すぐにフィーバーインして必殺技が打てます。そして極土の子、今回のイベントの目玉キャラ、影の目玉キャラ、そして極吹雪姫、謎り消し、そして極オロチ、強力です。極オロチは SSS ランクの中では最も強いキャラと言っていいでしょう。さあ水湖のステージやっていきます。星集めやっていきます。さあ鉱物与えます。ちょっと今はですね裏マップの隊長集会全力でやってるんで、なかなかこの隠しステージ今回はねあまりやれていません。やれていないんだけども、やっぱり限界突破ねマックス狙えるチャンスなんで、ちょっと周回しながら行きたいなと思います。さあもうフィーバーゲージはね溜まった状態でスタートなんで、すかさずフィーバーインからの技ゲージを多く溜める、そしてこの大量プニ消し、かなりコンボ数稼げます。地味にこの覇王玉もですね必殺技が連発しやすいのでおすすめです。極オロチ、復
複数回ね必殺技を打つことが可能です。そして極土の子はね必殺技を打っている間フィーバーゲージっていうかね時間止まってるんで結構いいんですよ。さあ極吹雪姫行きましたね。さあなんとか倒すことができました。これ必殺技ギミックかっこいいよね。極吹雪姫なかなかおすすめです。そして閻魔台を祭りタップでデカプに周囲を消す、合成せずに使うっていうのも手です。普通にね単体でも使えます。そして輪廻祭り全消し&3種類の妖怪プニを整理する、つなげてサイズアップ。さあ各種ステージ現場将軍、だから迷うよね。極閻魔もいいんだけど単体でこのね祭り2体使うのもありと。なので最初合成したら必殺技の秘伝書で技レベル極閻魔ね上げてやって、2回目ゲットしたらこの単発単体でね使うように取っておくっていうのはありかなと思います。さあ連発していく、そしてプニを整理するからの山と行きましたね。さあクリアです。閻魔将軍もねなかなか使えます。 S ランクなんだけどボーナス玉星集めなんかでね非常に使えます。